里ト湾工事2年12月12日は、平安時代後期の新言州の祖。新言州中高の祖にして、新義新言州子祖。四郷公共大使。非全国富士賞を生まれ。父は、伊佐平事件元、母は、立花氏の娘。陽名は、渡る千歳。平安時代後期の長屋に勃興していた、法年らの念仏。 浄土思想を、真言教学においていかに捉えるかを理論化した、密言浄土思想を唱え、密教的浄土教を体制した。すなわち、西方浄土教主、阿弥陀如来とは、真言教主大日如来という不問相徳の御事から、派生した別徳の御事であるとした。空思想を表した、月輪間の偏者として著名。また、日本に、 五輪島が普及するきっかけとなった五輪屈名秘密尺の著者でもあった。過去2年6月に京都仁和寺の昭円富士地章の総追補し、伊佐県元の三男として誕生する。里志市湾は8歳の時に早くも僧侶になる誓願を起こし、10歳の時に父が亡くなると仁和寺との縁を頼って13歳で仁和寺上樹院へ入り、関助のもとで学び、 16歳で特度、出家。20歳で、東大寺会談員で受会し、なお、里芝と改める。その後、高野山へ入り、少年、名弱の下で学ぶ。35歳で古式な新言宗の伝法のことごとくを勘定し、空海以来の祭と称されると、大寺5年に高野山内に伝法院を建立する。そして賭場上皇の病を治すと、 これまで以上の機会を受け、上皇が建てた北高山不動員の解散にもなり、荘園を寄進されるなど手厚く保護された。36歳の里芝は、新言衆総本山である高野山の現状に目を留める。当時の高野山には、僧侶は食べる手段と割り切った、新人の薄い下層と、権力に目をくらませる上層が抜古するありさまであった。新言衆が、 すっかり腐敗衰退してしまった現状を嘆いた、佐藤市は自ら宗派の立て直しに打って出る。長生元年、佐藤市番は、芝上皇の院前を得て、高野山に大伝法院と密言院を建立し、大伝法院座に就任したのを皮切りに、さらに2年後の長生3年には、今後法ジ座数をも兼ねて、事実上同産の主導権を制し、新言宗の立て直しを図る。 しかし、当然この強行策に反発した上下の総派閥は、佐藤藩と激しく対立、ついに放映六年に、佐藤藩の辞書であった、金剛法寺境内の密言院を吸収して、これを焼き払った。この時、密言院不動堂々にいた佐藤藩の命を狙って、宗都が不動堂々に乱入してきたのだが、本来、一体しかないはずの本尊不動明王が、趣味壇上に二体も並んでいた。 どちらかが本物の不動明王でどちらかは、里芝が変化したものであろうと、僧徒たちは考え、水を刺してみて、血が出た方が、里芝であるとし、不動明王の後輩、カルラエンが実際に炎を上げ、僧トらを焼こうとするのを避けながら、二つの不動明王の膝に水を刺してみた。すると、両方の不動明王の膝から、血が流れ出てきたので、里芝は、 不動明雲に守られているのが、はっきりとし、恐れを呪ののいたソートアさんを乱出して、不動堂から出て行きかく番は辛くも、一命を取り留めたという、有名な、霧もみ不動伝説である。またこれら一連の騒動を、霧もみの乱という。この強行に至る前に、里芝は、権力の亡者と化した、神言宗門とのありを嘆き、密言院において長期にわたる、無限校を終した。 この直後に、つ子院発露残下文を書き上げたと言われているが、桑原康利氏の研究論文により、審議営二杯の学会では、作者不詳が通説となっている。皇共大司病こうして、法演六年中に、高野山を追われた里芝は、弟子一派と共に、大殿法院の省園の一つである、広田省内にあったという福寺に拠点を移し、やがて、寝頃寺を成立させてゆく。 なお、里芝の命を救ってくれた、あの不動明王も一緒に下山し、現在ネゴロ寺の不動堂に、スいたガ不動として安置されている。工事二年各番は入滅し、ネゴロ寺、奥の院の霊廟に埋葬された。弟子たちは、高野山へ戻るも、すでに今後法事との確執は深く、ついに昭和元年になって高野山大伝合院の、学徒、内誘は、 大殿法院の寺席を根頃寺に移し、里芝の驚愕、解釈を基礎とした、新義新言集を展開し、発展させていく。後に、根頃さんは、豊臣秀吉との確執の末に討伐を受け壊滅。生き延びた一部の僧たちは、奈良や京都へ逃れ、長谷寺や地釈院において、新義新言集の協議を根付かせ、現在の新義新言集、新言集という山派。 新言州地山派の基礎となった。江戸時代になり、ようやく新義新言州は、紀州徳川家より復興の許しを得て寝頃寺と共に、復興、里芝は、生前の功績を評価され、公共大使の死望を送られた。現代では、新義新言州新言州とい山派、新言州地山派で、空海の宝号、南無大使返上金号と一緒に、南無公共大使を唱えている。 新言宗では空海があまりにも高度な仏教哲学を打ち立ててしまったが、故に天台宗に比べて教学が発展しなかったという通説がある。しかし、里芝は新言宗において空海以外では唯一の仏教哲学、密言浄土思想を打ち立てた層として高く評価されている。例えば、宮坂優勝は鎌倉仏教すべてを包摂したとしており、 芝良太郎は空海の風景よ話において空海以外で唯一の新言衆の哲学者という捉え方をしている。ありがとうございます。